なんでもう朝違うの？まだ始まったばっかじゃん。30分経ってないよね。30分経ってないよ。え？もういいよ、じゃあそこ男と女入れ替わった方がいいけど。こんにちは。あ、こんにちは。こんにちは。なんかさっきあっちの方にいたんで、ちゃんと見えてなかったんですけど、すごい色ですね。すごい。稲妻イレブンのキャラクターみたいですね。名前はなんていうの？武士、ミワです。ミワ、みんなになんて呼ばれてる？ミワちゃんとか。じゃあヨシエって呼ぼうかな。ミワとヨシエ何も被ってない。人と同じことしてもつまんないじゃん。いや、にも人と同じことしてもつまんなくない。文字数がミワって呼ばれてるんでしょ。じゃあヨシエって呼ぶ。なんで増やすんですか？人と同じレール歩きたくない、それだけ。え、田中くんの友達やばいね。え、なんて言うんですか？ん？何、さっき聞いたと思うんですけど、お名前。どっち？本名。現地なんとこあるんですか？本名は、まあ、高明。ああ、じゃあ高明行く。あ、でも、それ、みんなと同じって面白くなくない？いいよ、好きに呼んでいいよ。何でもいいよ。高明。吉彦でもいいし。高明とか、アッキーとか。まあ、いるけどね。それでいいなら別にいいよ、それでも。しめじとかですか？あ、いいね、しめじ。面白いじゃん、面白いじゃん。え、面白いじゃん。ふみえ、ふみえだっけ？忘れてるじゃないですか。マリエだっけ？なんでもいいけど、好きに呼んでください。うん、え、それ、働ける紙ですか？あ、ごめんなさい、失礼か。すいません。採用される場所あるんですか、その髪色で。あー、仕事の話？はい。まあ、会社には入ってない。まあ、思った。就活の時に、あれ？みんなと同じスーツ着て、みんなと同じ髪型して、面白くないじゃんって思った。面白くないじゃん、日本人ってって思って。普通に雇われるって面白くないじゃんって思った。大学入れたんですね。大学はね。でも就活途中でもうぶっ放して、もう就活ぶっ放して、自分で会社作るっていう今、旅路の途中。へー、あ、じゃあ、起業を目標とされてるんですね。そうそうそう。そうなんだ。で、今、その社名の候補がいくつかあって、あ、どうせならさ、そのふみえちゃんに一緒に考えてほしいんだけど。ちょっと待ってください。会ったばっかりですよ、合コンで。うん、なんかもう、いいの、こういうのノリで決めちゃった方が面白いよね。いや、人と違うことってした方がいいじゃん、絶対。うるさいですよ、ちょっと。みんな喋ってるから。ね、人と同じことしても面白くないよね。やめた方がいいです。みんな同じ髪型して面白くない。で、まぁ、あ、いくつか考えてて。はい。まぁ、あ、3つぐらい候補あるんだけど。はい。ちょっと聞いてもらえる？はい。まず1つ目が、株式会社人と違うマイウェイ。ちょっとデフテックみたいですね。あー、よく言われる。うん。で、2つ目が株式会社個性。で、個性の後びっくりマークついてる。個性。それ面白くない？それ株式会社の後にびっくりマークあると面白くない？エクスクラメーションマークあると面白くない？で、3つ目、株式会社高明。え、高明気に入ってないんじゃないですか？下の名前、株式会社のにするって面白くない？あー。意外となくない？名字とかあんじゃん、なんか。下の名前ってあんまなくない？人と違うことしたいんだよね、とにかく。声ひっくり返ってたし、今。人と違うってなってた。あ、人と違うとこかゆいな。どれがよかった？まあ、高明。うん、じゃあ違うのにしよう。聞かないでください、じゃあ。人の意見参考にしたくない。だって自分のレールを歩きたいの。だから人が敷いたレール歩きたくないから。ちょっと聞かないでください。リポリポ。これ普通ポリポリって書くじゃん。リポリポって。ふみえはさ、今何してんの？ミワですけどね。ジムですね。ジム？はい。それって何？こう、OL みたいなこと？まあまあ、そうですね。それ面白いの？本当にやりたいこと？それなりには。それ与えられた仕事ただやってるだけじゃない。それ自由。面白いの？面白いよね。面白い、ね。え、面白いそれ。ね。みんな同じ髪型して楽しいの？髪型は多分みんなと同じ方がいいですよ。わかんないですけどね。社長とかなんだったら。そういう風な意見もあるよね。でもそれは聞けない。だって、人と同じになっちゃうから。人と同じでよかった。入ってないですよ、さっきから。おかしくないです、この量に対して食いっていく感じ。じゃあ頼む。すいません。エジプトのお酒とかってあります？ないでしょ。あ、じゃあ、ピーチフィーズで。はい。ふみえは、人生で迷った時にどっちに進むかっていうのを教えてほしいんだけど。A、
もうゴールは見えてる安全な道。 B、 こっちに進んでいいか分かんない危険そうだけどワクワクする道。ふみはどっち選ぶ？まあじゃあ B。 B。 え、高木さんも多分 B ですよね。俺は C。 俺は自分で道を作る C。 それありですかね。面白くない？そっちの方が。与えられた選択肢答えるって面白くなくない？強くないですか？なんか自分で道作った方が面白くない？自分で C って今言いたいから。その人なんで道フィズ、ビーチフィズお願いします。今作ってるんですよ。え、彼女とかいないんですか？もういな、いたら来てないか、まあ、いるんですか？うん、いないよ。いないいないない。え、彼女行ったことあります？あ、そりゃあるでしょ、普通に。おー、あ、かゆい、かゆくない、本来かゆくない場所がかゆい。なんか面白くないね。なんか普通の質問ばっかりで、その彼女いるとかさ、人と違うことしてほしいな。じゃあビーチフィズはもう頼まない方がいいっす。美味しいじゃん。まあ、でも、いや、友達いたら楽しい。もっとみんな、自由に行こう。自分の道行こう。My way。ジェフテック。好きなんですね。じゃあさ、LINE 交換しません？もう、ここまで来たら、まあ面白いっていうか、友達に一人いたら助かるなって思ったというか、LINE 交換しません？逆玉狙ってる。いや、今お金持ってないですよ、多分。引くわ。え？すいません、席替えでお願いします。は？ちょっと狙うわ。